皆さんこんばんは。マウンター&ブレイドワーバンドやっていきたいと思います。今クエストがいっぱい受けちゃってましてね。とりあえず諸侯から偵察してこいと。それからに誘拐された少女もこれもやんなきゃいけないんですよね。エメールってどこなんでしょうね。近くにあったらいいんだけどな。あった、ここにありましたね。向こうまで行かなきゃいけないかな。急いで行かないとですね。大丈夫かな。はい、あとはウィンクード城ですね。偵察が大変だ。大丈夫かな。ウィンクード城の偵察168、あとティールまで行かないとですね。まったく、なんていう遠いんじゃ。キャンセルかい。ということでね、キャンセルになったみたいなので、エメールの方行きたいと思います。ジェルから。はいはい。すまん、ちょっと待って。宿屋。どれでしょう。160、181、204。やっぱみんな強いんだな。これ売らないでおこう。属退治とかでね。おお。よし。士気を上げたら必要になりますんでね。おいおいおい。あぶねぶね。なんかないかな。うん、なんもなさそうだね。とりあえず邪魔なもん売っときましょう。はいはい。食料での士気は高いはずだからね。いろんな種類の食料買って、せっかくだから買っとくか。何か腐っちゃったか。売ったもの先にってそういうこと？いいじゃんね、腐っちゃってるんなら。蜂蜜は？よし。とりあえずこれで。ここら辺はあれだな、直前に仲間に入れてたな。よし、弓兵67はちょっと心もたないですね。戦争かけられないように気をつけないとね。あれ、女性の訪問もあったな。敵の一団カエザか。アルバール教にもそろそろお話ししないとな。婚姻をお願いしますって。それでは一度タルバール教としっかり話す必要がありそうですね。エメール周辺にいたね。25しかいないじゃん。だが私は油断をしない。よし、はいはい、金だ。金を返してもらおうか。ああ、これは前だな。あの高い山まで行ければ上々ですね。待ち構えてればいいでしょう。ああ、近い。結構近い目やがったな。
よし。たのかな。そんな気がしないですけどね。アップグレード、アップグレード、よし。では娘さん行きましょう。プラビンまでだね、戻るのはね。はい、ああその前にベルカやっていこうか。あれ誰かさ、仲間足りない気がするんだけど、気のせいかな。全員だっけ。1、2、3、4、5、6、7、8、なんか一人足りないよね。気のせいか。はい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 、これで何もないね。市場打っちゃいましょうね。はい、ブドウ、とりあえずいろんな種類の買ってね。武器はボルト大入りか。威力高めた方がいいのかな。よし、出ていきましょう。プラベンへ気をつけてね。何がいるか分かんないからね。うん、いますね、敵のパーティーが。よし、戻ってきた。はい、で、あ、町の運営、伝令詰め所建てよう。で、多分士気が高いでしょう。キャンプで捕虜勧誘、歩兵長が受け入れた、旅を続ける。で、こうして守備隊編成の中に歩兵長を配備しちゃえばいい。よし、で、回路に行きましょう。こうやってね、そうすれば多分脱走されないんじゃないかな。すぐ配備はいい考えですね。特に歩兵だったら使えるからね。歩兵と狙撃兵だったら、騎兵はあんまし使えないんじゃないかな、あの感じ見るとね。馬使う要素なさそうですし。ほい、
これセーブをしといて、ギルドマスター。仕事は、ジェルカラまでね、オッケー。行きましょう。あといんのはスワディアの獣士、槍騎兵、弓騎兵か。レポートして89か。アズガドが略奪されたって書いてあるけど、まあ、とりあえずクエスト受けましょう。ジェルカラマルならこうだな、この道だな。お、ユミラレベルアップした。いいよ。知性が上がる。けどこれといってあげるもんがないな。うん、HP 増やす？いや、でも次でね、この3つ上げることになるし、これも訓練も上げるからね。とりあえず行くか。人数がちょっと心もたないね。大丈夫かな？やばーい。155か。あれはちょっと無理だな。よし。今ね、城の警備のためにね、ほとんどの兵力を使っちゃってますんでね。クルマールの近くで見つけた。おお。どっか攻略されたっぽいね。ああ、なんかいるな。陸軍司教。はい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 。追っかけてるっぽいけど、いいか。今は、正体の。よしよし。パーティー的に行くと、度が足んない、ロドックの。いや、歩兵が足んないな。ノルドだな。ほら。どうした？よし。突撃。これはもう完全に、ここで待ち構えてればいいじゃん。絶好のポジションだろう。優位性ありすぎんでしょ、これ。おお、当たった。ヘッドショット。この辺りに来るか？もうちょっと下かな？うん。どうだ？当たんないな。この辺りか。ああ、惜しいな。難しい。どうだ。惜しい、当たんない。おっ、よけたな。おっ、おっ、よし。ここから動きが鈍くなるからな。どこから上がってきたか。遊びは終わりじゃ。逃げたか。
げたようだな。突撃せよ。まあ逃げたわな。よし。おっ。またでか。おっ。ああ、無事逃げたね。オッケー、はい。塩出し。はい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 。アップグレード可能。よし。言いましょう。引きは93。アップグレード可能。なんかやってるな。ドゥマール襲撃されてる。やばいな。追いついちゃうぞ。よいしょ、追いついた。そう。こんな平地じゃ、ああ、いいとこあるね、後ろ。もうちょっと下がろうか。歩兵は10歩前進。よし。いるみたいだな。敵が来てるみたいですね。近づかなくていい。矢の雨を降らすんだ。よし。ほっ。どっけ。ほっ。ほっ。よし。近づけるな。ほっ、よし、仕留めていきましょう、確実に。あー、一人やられたな。メジャー新兵連れていく。さあ、報酬としていただきましょう。
アップグレード可能。歩兵長になったね。いいですね。士気としては99。もう申し出受け入れませんでした。じゃあジェルから行きましょう。さあ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 、はいはい。お、クラビソーだ。王様いらっしゃるじゃないですか。これにて失礼。おっと、自分が入っちゃしょうがないんだ。よし。農民じゃない。よし、どうだ。オッケー。宿屋行きましょう。旅人奴隷賞。これもう売っちゃいましょう。仲間にならなそうですし。スワーディアの奴兵か。いや、もういいな。あれ、売った？俺、今、売ってないね。よし。旅人、丸二度、やっぱり。とりあえず、物売ろう。はい。いや、ボロボロ。一日経った。もうダメだな。腐っちゃうな。防具か。軽いものの方がいいんだよね。極力動きやすいようにね。武器屋は？矢か。スター特にこれといってないね。めぼしいものは。雑貨屋はまた小麦買っとこうか。よし。どこで必要になるか分かんないからね。でクエストなんかあるかな。セーブしてたけど。ああ、ギシムも行かないとな。ちょっとこれ優先だな。ギシムってどこだっけ。どこだ。ギシム上の方か。あれ、ないな。あれ、ここら辺で受けなかったっけ。ギシムは、いやー、ギシムがどこかわかんねえじゃん。ギシム、ギシム。うん。おかしいな、こっちの方面で受けたと思うんだけど。こっちの方じゃないな、受けたの、多分。受けた記憶ないからな。困ってるとしたらこっちだと思うんだけど。ただないんだよな。なんでだろう。どっか見逃してる？ギシムね。あれ、見当たんないじゃん。とりあえず向かう先としてはちょっと一旦ここ行こう。え、やめてー。
あぶねえ。ギシムってどこだよ。こいつ突撃。兵士を鍛えよう。200人ぐらいいたらきっと厄介だろうな。この辺で待ってようか。この辺で待ってて、歩兵が10歩前進。で、弓兵聞いてくれ。これ待機ね、よし、数を減らしましょう。大体真ん中あたり飛ぶんじゃないか。ちょっとね、よし、はい、ヘッドショット。投擲してんのをね、倒さないと。はい、ほっ、倒したね。ほっ、当たった。ほっ、当たった。いいね。この辺りかな。当たった。精度上がってきてますね。もうちょっと上か。こっちだな。あれか、近づいてきてるな。ほっ、ほっ、37。ほっ、兵士たちやれるだろう。166。あの止まってんの危ねえな。ほっ、弓に任して。ほっ、ほっ、あーし、弓兵が当てましたね。あれはちょっと厳しいんじゃない。ほっ、上だな。ほっ、当たんない。いやーでも恐怖だろうな、こんな当たるか当たんないけど、だいたいその辺りに撃たれるっていうのは恐ろしいですね。よし、終わりましたね。弓と砲を混ぜるのは一発の威力が高いし、一発の威力高いのと矢の雨を降らされるの、どっちもいいですね。混ざってると厄介そうですね。ベルが行きましょう。エメールの近くで小さい地段を見つけた。下だな。とりあえず物売るんだけど、あれだね、やっぱ。よしよし。お、ブドウあんじゃん。小麦は買っとこうか。小麦使うかもしんないしね。武器は相変わらず大袋入りのカーギットの矢、これいいんじゃない。弓使う人にとっては。弓のあれ上がってる人いなかったっけ。4ぐらいいけるのいなかった。4のないかな。味方の武器も整えないとね。ないか、多分4がいたと思うんだよな。
ちょっと確認してみましょうか。アルティネじゃねえな。一番すんでのバイシトゥールかな。この人は、プラス3だけど、こっちの方がいいな。よし。38のかなんか、もうちょっといいの装備できそうだね。この人4じゃなかった ?4 だね、やっぱ。一人いるね。レーザリットはね、まだね、2だね。装備も3か。あとは、ノルド戦士。あと誰だっけ?これは?あ、これも4だな。4の弓陣のやつが欲しいですね。あと誰かいたかな?レザリット、アライン、バツシトゥール。あれ、レザリットは?ああ、みんなあれだね。あれ、こいつもうちょっともう1ランク上いけるか。もったいないね、これね。弓のあれは ?2 あるんだからね。2の買っときましょう。市場。2のやつあったでしょ。あれ ?2 のなかったっけ?あった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 。買って。これいいね。よし。じゃあ。この人だっけ?この人じゃねえ。いやー、誰が誰だか分かんなくなってきた。レザリットだっけ?レザリットに多少上がるでしょ、ダメージね。で、必ず宿屋を見ておきましょう。あの、農夫の人を助けた方が絶対にね、徴兵するときにいいのでね。極力農夫がいる場合は、助けましょう。ノルド地方行きたいな。今誰だった？ああ、関係ないか。あとどこだっけ？これも覚えとかないと。ギシムね。ギシム見っけたら、上の方向かう最中に、リリムの方行こうか。ギシムね、やっぱ見当たんないよな。脱走兵。ああ、敵の小さい位置だ。大丈夫かな?ギシムがない。はいはい。接収。まあ、プラベンからのね、収入もあるからね。収支としてはプラスですね。宿屋。さすらいと傭兵か。市場。これはいらない。麦買っとこうか、いっぱい。チーズなくなっちゃったかな。よし、食料でいっぱいにしとこう。あとは、あったね。4。5のやつ買ったな。4がもう一個欲しい。4がないか。ないね。しょうがない。ただこれで、
バイストゥールさんが4いけるでしょう。アライエンは3だもんね。誰か3の弓術持ってる人いるかな。2だね。まあ取っときますか。じゃあよし、じゃあ今度上の方行きましょうか。騎士もあった。お、スワディアとロドク休戦したね。オッケー、自由に聞きできるようになったな。義士も発見しました。大丈夫かな。あらー、失敗した。マジか、申し訳ないことした。前まで行ってる余裕あるかな。あの前だな、あの前の山間まで。騎士たちがあそこできっと止めてくれるでしょう。他の方々もね、このちょっとした小高い山に陣を設けましょう。といっても私の部隊は、はい、当たったねー。いるね。だねー。お、高低差があるとやっぱ難しいな、ちょっとね。ほい、やったー。ほ、やったー。いやー、あれ厄介だな、あの高いところに。よし、やった。この辺りかな。もうちょい右か。修正。どうだ。高さが足んない。もうちょっと下か。ほっ。足んないね。よし。はいはいはい。前進するか。あとあんだけしかいないんじゃない？よし。前進してもいいんじゃないでしょうかね。おおお。凄まじいですね。まああの人たちに援護は任して。私は前に行きましょう。おっ、37。この距離だったらいい感じに。もうちょっとか。おっ、よし、勝ちました。おお、すごいね。矢の嵐ですよ。自分はダメージなし。
ああ、ノルドか。お、タルバル教。あ、ロドックのいいね。雇いたかったよ、せっかくなら。もう熟練歩兵。弓兵はいいかな。弓兵まではいいや。この人たちなんだろうね。ちょっと雇ってみようか。馬突撃させればいいしね、最悪ね。うん。はい。そんな荷物持てないからね。タルバル教。あら。何かお命じになることは。なかなかこのおっちゃん、内密の話がダメですね。で、ギシム失敗しちゃったな。失敗しちゃったんなら、こっちの方行きましょう。なかなかな頑固野郎だな。アンベアン。ここは？ノルド。村の中心行きましょう。ここら辺のね、クエストね、穀物欲しいとかだったらね、すぐにクエスト完了しますからね。ノルドハスカールを揃えないと。育てるのがめちゃめちゃ大変なんですけどね。あ、いた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 。クエストぐらいなんかあるでしょう。何もないと逆に困っちゃうんだよね。家畜9とか。セーブ。あー、近いとしたら、略奪されてんな。タルベール、あ、略奪されてんな。ここですかね。はいはい。とりあえず村の中心に行きましょう。アップグレード可能。騎馬傭兵。はい。ノルド歩兵。80か。だいぶな数になってきたな。もうちょっとレベル上がるね。よし。知性上げていかないと。村長どこに行くかな。この上か？あれ？こっちにいる？あら、おらんな。どうに隠れてるんじゃない？こっちじゃなかったか。これ完全に無国家だったかな？うん。こっちかな？あれ？あ、いた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 。出てないでよ。家畜5頭、家畜4頭、立ち去る、志願兵を募る。よし、虫を追い立てる。はい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 。今、どことも戦争して、あ、カーギットと戦争してんだっけ？ああ、こことここはやり合ってんのか。あーべ。牛が。はいはい。どうしたどうした。
築を追い立てる。うまくいかないな。はいはいはい、適度な距離を保っていかないとね。はいはいはい、逃がさないように。はい、よし、届けた届けた。中心行く。でレベルアップできるのがいると、まあ新兵はすぐにねレベルアップするでしょう。はい、よしよし、どこにいたな。さあ仲良くしておきましょうね。パーティーの規模的にも87か、まあまあいいぐらいだね。あんまり人数多すぎちゃうとこっちも厳しいからね。よし、はい、なんだ村外れで。おお、穀物必要、持ってきたぞ。おお、ちょうどラッキーだったね。で、パーティーは99ですね。とりあえず山賊解放して、捕虜よろしい。これ6低下っつってもさ、あ、ほんと6低下しちゃうんだね、一応ね。さて、どこに行きましょう。まあ、ここら辺周辺ですよね。何かやるとしたら。女性の訪問か。まあ、大丈夫でしょう。タルバール教がなかなか内密のお話っていうのがね、難しいですね。立ち去る。市場へ行く。食料が結構やばいですね。減ってきたな。補充しないと。はいはいはい。小麦はいっぱいあるな。ブドウ、小麦は大量に買っとこうか。クエストで必要になるかもしれないからね。お魚がちょっと足んないかな。よし、武器屋あった、あったよ、これよ。見つかったのに金が足んない。68、あったな。やっと見つかったのに、収支報告かなんかでプラスにならないと無理だな。あー、買いたい。せっかくだから最高級の装備で。どこにいるかな。いた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 。はい、ああ、なるほど、仕事はないか。わかった、セーブ。うわ、これ絶対失敗する側じゃん。
失敗だな、このクエスト。これ困っちゃうんだよね。はい。この命令、こっちだな。で、クエスト失敗したって言ってるんでしょ。ほんと勘弁してほしいよね。パーティーの式96ドゥーンって出るぜ、ほら。で、そうすると、あ、下がんない。よし、しょうがねえな。もう一回クエスト受けに行くか。とりあえず市場でいらないものを売りましょう。はい。帰る行く。盗賊クエあんまし受けない方がいいかな。他のに討伐されちゃダメっていうね。先に唾つけなきゃダメみたいな、そんな感じですもんね。ということで今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよなら。